ちは、めぐです。今日は私がやっているイラスの新規リメイクデザインの打ち合わせに向かっています。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。改めまして、イラスのめぐです。はい。二宮です。そっか。はい。という、あれだな、チャーリーです。チャーリーです。二宮さんのところに今、インターンでさせてもらっている平良流星です。よろしくお願いします。私、あのずっとリメイクのディスマーチェントって、ディズマセント、ディスマセント、ディスマセント、うんうん、ディスマセントを検索して、うん、出てこないでしょ。チャーリー東京っていう古着だったりセレクトだったり リメイクだったりをメインとしているお店の中で、はい、ラインとしてラインっていうのなんかプロジェクトっていう言い方してて、プロジェクトの総称をディズマセントっていう名前にしてるだけで、あ、そうだったんですね。そう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 。チャーリーさんのパターンは前回見させていただいた時に、これね、はい、スウェットだとインサイドアウトで、はいはいこね、このシャツだとドッキングのものが一番気になってまして、はい、それに合わせてちょっと素材を集めてきました、うん、はい、いい感じで集めましたね。いや、ほんとめちゃくちゃ時間かかって、はいはいはい、まずシャツからっていう感じで、はい、これをちょっと元にしてっていう感じで、そうですね、うん、やれるとしたらっていうので言うと、え、切り替えてここまで来ていいですか、下まで。そうですね、揃えない方がリメイク感は出ると思う。長さをバラバラにしちゃったとか。あー、確かに。やや短いか長いかがいいか。2センチぐらい。そうですね。うん、あ、これはうちの3センチでした。うん、あ、うち？はみ出ない。これのどっちが、はい？ブルーが前で。ブルー前。前中。はい。中。中です。スウェットが、うん、変更点はそのこっち側の袖の。うん、インサイドアウトはじゃなくてもいいかもって思う。袖の方はここだけ普通のスウェット生地で裏返ししなくてとか、はい、でも切り返しが欲しい。切り替えもいらない、なくていいです。プリントはなしで、うん、なし。これレディース向けですよね。そう、リブ長くしてしたけど長い方がいいと思いますね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また完成楽しみにしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。